さん、こんにちは。ワイテルズの中野です。ルークでーす。シャクです。そうです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ダブ。さあ、今回は、また私のモードゲームでございますが、ワイテルズ6人で、キャット&チョコレート日常編をやっていきたいと思います。よっ、日常編。まあ、このゲームはどういうゲームかと言いますと、まあ、僕らの日常を紹介するみたいな、ね、そうですね、要するに、そう、なんか、まあ、簡単に説明しますとですね、まあ、イベントカードという、まあ、いろんなハプニングが書いたカードがあって、それと、まあ、いろんな道具、まあ、なんかね、チョークとか本とか、まあ、なんかそのいろんな、ね、日常に溢れているもののアイテムカードがあって、トラブルを、そう、まあ、なんとか乗り切れって思って、そういうゲームです。まあ、僕らのアドリブ力が試されるという、そうですね。まあ、いかにそのピンチを乗り切るかとかね、そういうゲームでございます。まあ余裕だよな、まあ、俺たちは。で、まずこちらのチームカードっていうのがあってですね、これがまあ、チョコレートチームとキャットチームに分かっていて、これをまあ、分からない状態でチームを分けていきたいと思います。はい、結果チーム戦ってこと。俺チョまあこれはね、最後まで皆さん見ません、全員このカードは。で、こちらアイテムカード、イエーイ。まあ、どんなのがあるかっていうのは、まあ後で。とりあえずこれを3枚ずつ配ります。これ見ていいんだよね。これ見ていい。で、あまりは山札だと。そしてこちら、なんだっけ、イベントカードこれ、ここにその今から起こりうるハプニングが書かれています。これが山札に。よし、準備完了。オッケー、じゃんけんタイム。じゃんけんしよう。もうちょっとこの辺、この辺だな。いきます。じゃんけんタイム。最初はグー、じゃんけんぽい。今のフレッシュだね。はい、こうでしょ。フレッシュだよね、今。はい、こうでしょ。お、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。ブルックかけまい。じゃあ、ブルックかけまい。ブルック。さあ、1枚。はい、何でしょう。これ、小杉屋で外に出てしまった。つまり薄着で外に出てしまった。ダウンを取りました。これは余裕だわ。ゆるキャラの着ぐるみを着せる。あー、いいな。しっかりできてます。いいと思ったらせーのでいこう。せーの、はい、これは待って、しっかり待って、どういう意味だ。これは捨てる。これがポイント。で、これ2、1枚。そうじゃあ次僕ですね。1ってやっぱ強いの。あ、そうで、この枚数の手札を使って乗り切る。はい、まあ、1から3まで書いてある。はい、行きまーす。ほい、デート前なのに餃子を食べてしまった。あーら、これはいけません。これはいけません。物によってはかなりきついんだな、これ。ニンニク多めだとしきついですね。じゃあ、映画だったら喋んないし、口臭くてもバレないんじゃね。あー、なるほどね。デート先を映画に変えると。映画にすればいい。なるほど、お願いします。せーの。まあ、うまい。でも一応手出しといて。厳しくね。あー、これ結構来てる。まだまだ。これでそんなにダメって言って。これめっちゃレベル高い。これ何が求められてるの。1で、これ1で結構。いや、映画言うて似合うでしょ的な。その前横に座ってるじゃん。そっか、いきます。また1だ。はい、1番。目覚まし時計が止まっていた。このままでは遅刻だ。もうこれ朝ですね。あー、なるほど。遅刻しちゃった、ね、どこに遅刻するかは分かんないけど、太陽の位置的にもう11時ぐらい。あ、そうだね、だいぶ行ったね。結構行ってるよ。どうしようかな。で、1枚ね。間に合う方法を取りましょう。じゃあ、いきますね。うん、間に合う方法。まあ、いや、でもしのげばいいんじゃん。しのげば、それいいんじゃねって思ったら僕たち。OK。みんな謝る。素直にごめんなさい。本当にちょっと今日寝坊しましたって言う。あ、まあ、これが一番もうだってに、もう無理だから、物理的にね。確かにね。うん、じゃあ、あとお前違う。あ、俺違う。せーの。おー、よし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 。まあ、これは手札なんだ。これは手札。仕方ないです。いいな、1。まあ、3月。そうね、3月から終わりだから。じゃあ行きますよ。はい。はい、1番。全部しないと。ちゃしゃしゃ。した。両親が喧嘩、仲直りさせたい。なるほどね。両親が喧嘩した。なるほど。さあ、1枚でどう乗り切る。1枚だからね。1枚で喧嘩だって止めなきゃいけないでしょ。逆に1枚だときついね。喧嘩1枚じゃ止まんないから。
くしかない。めっちゃ時間かかってるんですけど。いやいや、喧嘩仲直りさせろ。自転車をプレゼントしてあげた。いや、財力どっち。いや、二人両親に。いや、一個しかない。家族に。家族1個しかない。これあれじゃん、私なんだろ。家族の一台。家族の一台。なるほどね、なるほどね。家族の一台。せーの。はい、残念。その線越えてほしい。はい。2位来たよ。お、いいぞ。アイドルに恋をした。アイドルに恋をした。仕事も勉強も手につかない。お前何やってんだよ。ちょっと口を出せじゃん。じゃあ日常的に使わないもんから。いけいけ。スーツアルを見て、おお見て、おあの見て、着物着てる、おお昔の同級生のことを思い出す。おお、なるほどね。いいの持ってんな。いいの持ってんな。いいの持ってんな。それ仕事も勉強も手につくの。アイドルよりはマシでしょ。なるほど。上書き。せーの。まあ、これは感じで、これはいける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 いけ。まあ、最初に2個は2回あるんだけど、まあ、とりあえず特技のバイオリンを弾いて。ああ気が利く、気が利く、大事大事、静かじゃあここ最強のカード出します。おっ2段階、1億円は2段階、1億円です。2段階、いやー強い。1億円強い。せーの、あー一撃ですね。これが現実だよ。いやー強い。金ですよ、世の中。世の中そうだ。もう少しいらないじゃん。これのせいでヤスが手が落ちる、はい。苦手な相手から遊びに誘われた。ああ、なるほど。ないですね。誘われない、ね、ありますからね、こういう状況ね。たまにある。いや、ない。俺苦手な相手とかいない。キーリアンにカラオケ誘われた時マジですわ。めっちゃ行きたくねえ。マジか。どうやって考えてる。通りでいつも来ないわけだ。リアル。はい、そんなことはない。どうぞ。え、さ、待って。本当？今、その荷物の段ボールを剥がしてて忙しい、うん、で、後でサッカーする約束があるから無理。あー、なるほどね。先客がいた。反応微妙になる。せーの。あいつ OK でしょ、だろうが。いや、残念な。これじゃ静けないな。ちょっと弱い。話すってなんだよ。はい。荷造りごときで。じゃあ次は、逃げれると思うのよ。あ、このカードすぐなくなる。おかしかった使います。俺のターン、ドロー。会社が倒産しそうだ。何ま、これ1億円じゃないとどうにもならなくない。確かに。会社が倒産しそう。会社倒産しそうなのか。ちょっと待って、マジで考えてる。この金積みたい。この金積みたいところどうしようか。切るよ。待って、ちょっと長時間長考したい。考えて、ちゃんと市場のあれを。そう、じゃあまず、鷹を全国に放ちます。もう基礎でやばいやばい、早くもう悪テロみたいになってる。で、我が社が開発した鷹専用ソードで全国の鷹をぶちのめしてこのソードを振りまくります。そしてもうガッポガッポですよ。なるほどね、なるほどね。あー、いいな。お願いします。せーの。シビア。こういうなんかさ、こういうのだよ、こういうのがいいんだよ。俺もこれは好きなんだよ。ソードを売るんだよ、お前ら。いや、鷹飛ばす金ないんじゃねえか。まず鷹をね、仕入れない、仕入れとか。そっか、借金で。なんですか、小林。寝癖がひどすぎる。ああ、もうシンプルですね。ないでしょ。まあ、これはもう行きました。まずね。これはもう行きました。自分の経験からも。本当？いや、これはもういやもういいカード持ってんだよ。ハサミ。ちょっと待ってね。2枚です。2枚だね。ね。これ寝癖じゃん、寝癖だ。だいぶだいぶ。これは弾きマグロじゃね。弾きマグロ。
弾き回る。弾き回るみたいだね。はいはい、えまず、まあ、ドライヤーでこう逆向きからこうバーってやって、まあ、バーってやって最適なこれ、これじゃん。もうバーってとりあえずやって、まあでもまあそれでもさ治らない時あるから、そういう時はもうあの、まあ、ワックスとかないから、まあ、とりあえずまあ粘土でこうちょっと油分でキュッてこう固めてこう紙セット、油粘土ね、紙粘土、紙粘土じゃない、紙粘土ではない、でも色的に油粘土、これ油粘土、油粘土だから、まあこう、まあ、ちょっとこうバレないように、油粘土ならいける、うん、OK、はい、せーの、おーよっしゃ、俺はやだ、俺はやだ、油粘土ってとこがやっぱポイント高かったっすね。じゃあ次、はい、次、シャー君、宇宙人が現れた。予言者。じゃあね。とりあえずこれでまず仏像。仏像でどういく？でかいものを見せて自分たちはこういう力を持ってるんだっていう、なんかでかい。なるほど、でかい組織だよ、文明をこう見せつけばそれでね、そっから消火器で宇宙人をすごい原始的なものですなるほどなるほどなるほどね、せーの、あー悪くない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 、まずこう仏像で一回こうインパクトを与えてひるんだ月に消化やっぱちょっと若干平和的解決を試みた感じでちょっとね、良い、はい、いきます、せーの、ほい、ぼったくりだ、なに、やば、あーこれも1億円で解決できるんだよな、そういう解決3000万だから結構2枚多くなってきてね、確かに、だんだん2枚3回来たよ、確かに、これはまず、じゃあ猫を見せて、離断させる、その後に店員に、店員に猫見せるで、メジャーリーガーに、ちょっと撲殺しちゃう、撲殺なんだ、お金持ってる人に撲殺させるんだ肩代わりしてもらうのが大切で、いや、かんねえ、それでバイ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 、いや、これ、ぼったくり以上の犯罪してないオーバーキル、オーバーキルしてる、せーの、これいいの、いや根本的解決でしょ、確かに確かに解決はしている、マジか、頼む、じゃあ次金時、せーの、ほい、静かにしなきゃいけない時にお腹が鳴りまくり、よくあるよ、なるほどね、授業中とかドローしてます、テスト中、これ授業中、なんか会議っぽい、まずまあ会議じゃなくてもいいでしょ、静かなところだろ、まあ、そこは場所を定義するのはありでしょう、確かに、これ難しいぞ、もうだって字が具現化するほどの鳴り具合なってるもんね、ぐーってもう、まあ、やっぱり音を紛らすそうだね、まあちょっと新聞でこうガサ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 やってヤリーのちょっと剣道のこのカンコンやって音と紛らわせ音立てて、ひたすらに音立てて違う音立てるんだ、会議会議邪魔してるけど、剣道の会社だから大丈夫、開発ホビー系の会社だから大丈夫、売上のプレゼンしてる人、なるほど、落ちてる、いきなり落ちてる、すごい右肩下がりがいいところで操作するわ、次、高橋さん、高橋さん、よし、はい、せーの、何でやねん、うるさいもんうるさきゃダメや、防ぎ切れてないやん、別に、じゃあブルークの札はこちら、靴下に穴が、なるほどね、だいぶ開いたな、だいぶ開いた、だいぶ靴下に穴が開いた、マジブルックよく開いてね開いてる、いやわかんない、開いてそう、とりあえずラーメン食べて落ち着く、まあ食べて落ち着く、ワンクッション落ち着いて、落ち着きましょう、開いただから、開いた望遠鏡で覗き込んで、やっぱ解決できてるね、解決の時間、何を解決だったんだろう、わかんないです、せーの、いや何も解決してない、逃げ切れてない、なんか自己暗示かけただけだよ、何が見えるんだよ、靴下の中見て何を見たかったの、はい、
じゃあ次キリアン。せーの、ほい。タクシーに乗りたいのに止まってくれない。あらららら。あ、よくあるね。これ。うん、タクシー乗らないけど。まあ、どうやったらタクシーを捕まえられるかって話です。狙つのか。狙つのか。まあ、なんか。これはもうシンプルに投げつける。あ、一枚ね。いやない。でもさ、それタクシーまあまあいいや。止めるんだよ。うんってやったら止まるじゃん、そんな。はい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 、せーの。次いや止まるじゃん。止まんないよ、タクシーある。まあ、まあ、乗れないよ。まあまあ乗れないね。パトカーに乗れるから。でもパトカーってタクシーじゃない。よし、行こう。次サボってるところ見つかりそう。見つかりそう。見つかりそう。いやもう来るじゃん。あ、まあまあまあ、ね、結構リミット近い。まず、まず、まあ、これぐらいの距離感でしょ。ああ結構だいぶ来てるよ。結構しんどい。だからまず、まあ、ラブレターをピシッと投げ、ピシッと投げて、もう こっちに気をそらして、で、あの、うっってなるじゃん。で、なるね、誰かなと思ったら、あ、もうカツラをかぶって、もう、あの、実はっていう感じで、もう一回店長をこっち側に持ってくる。あ、嘘から出た誠ってこと。そうもう一回ラブレターで聞いて、え、これ誰が投げたの、私よ、みたいな感じで出ていく。あ、なるほどねっていう。なるほどね、はい、あ、いいね。せーの。俺違った。あ、いいね。ダメか。あ、いいね。あ、いいね。どっから来たんだ。嘘じゃん。どっから来た。さっきのあれがハマってた。結構いいと思ったんだけど。いや、いいよ、いいと思うよ。いいと思うだけでやる。いいと思うだけで。パドルは合ってるから。はい、次シャー君。はい、せーの。ほい。あ、エンド。エンド。エンド。あ、終わった。終わりました。3が来たの。これでじゃポイント出そうか。僕に今1。まあ、スマイルと俺が分かれて。なるほどね。分かれたら引き分けって感じかな。じゃあチームオープンしましょう。せーの。おい。あ、ね、猫が強い。猫強い。いいよ、笑った。マジか。3対5。3対5、乾杯ですね。乾杯です。勝ちました。というわけで、猫キャッチチームのキャッチチームの勝利です。まあ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 、よし、しようかな。初めて見るお題だったからさ、ちょっとしんどかったね。わけわかんない。みんな結構理屈で考えてたじゃんね。全然納得してくれないもん。いやー、高飛ばすなよと思ったんだけどな。いろんな考えがあって面白いやつか。そう多様性だからね、やっぱりね。ということで、以上、まあ、今回はこんな感じで以上という形で、ワイテツでした。よーよーよー。なんでスマイルやらない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに Twitter のフォローもよろしく。 Twitter には最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。